今日ご紹介するのはクリストファーさんが一人で暮らすお部屋。約85平方メートルあるオフィス物件をリノベーションして暮らしています。こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、入ってきた時からめちゃめちゃスタジオ感が満載ですねそうですね。人のお家じゃないみたい。一応住んでます一応ここ天井がすごい高いんですけど、はい、どれぐらいの高さあるんですか？3メーターちょっとあるのかな。普通のお家だと2400とか2メーター40とかだと思うんですけど、結構大きいです。そうですね、普通のお家より60センチぐらい高い、ね、それぐらい高いんじゃないですかね。すごい、なんか床もモルタルなんですかね、モルテックスなんですか、ね、これはコンクリートの一種なんですかね。このレベラーっていうものを水のようなこう液体をこう垂らして、あの 固めるレベラーっていうものなんですけど、すごいなんか、はい、本当にお家じゃないみたい、ね、すごい、それがテーマというか。あ、そうなんですね。家っぽくない家にを目指してたんで、はい、これはワンルームですか？そうですね、ワンルーム と、まあ、ちょっと仕切りがあるんで、ちょっとだけこの空間は違うんですけど、でも一応他の部屋はないので、はい、行ったらワンルームなのかな。じゃあ、まあ、お風呂場もちょっと隠れてるけどっていう。じゃあワンルームをこう緩やかに仕切るっていう。そうですね、うん、こちらの空間は普段どんな風に使ってるんですか？ここは、ダイニングリビングです、うん、まずは、はい、で、こっち側は今収納で、はい、元々はまあソファーとか、まあ、ローテーブルがあってラグが敷いてあって、プロジェクターからこう投影してここでまあ映画とか見に来たんですけど。かっこいい。あの、これはプロジェクターをつけるようなやつなんですか？そうです、もともとついてたんです。まあ、もともとというか、つけたりつけなかったり、うんうんうん、で、やってたんですけど、今はもうこういう、なんていうんですかね、場所を広く取る場所、なんていうんだ、うん、スペースとして、何もない場所っていうのに今ハマってて、これも動かない絵がずっとあるっていうプロジェクターじゃない、もう常にここを見るっていう、あのミニマルなこう今よりシンプルな空間になってる、ゾーンに入ってるっていうか、自分の中で。こちらが何の空間ですか？こっち側がまあベッドルームですね、いわゆる。でベッドルームで、まあもともとこの段差のこの木のレベルでずっとそっちまでいたんです。あ、そうなんですね。元々じゃあここは床を少し下げてるんですね。そう、もう全部取ったんですよ、こっちは。あ、なるほど、ね、本当は このレベルで全部いたんです。この木の板がもともと貼られてたんですか？これは違う、本当ベニヤで、ここもともとオフィスだったんですけど、へ、本当にベニヤのこうバーンとこう、うん、そのまんまちょっとこう工事した跡みたいな感じだったんですけど、これは貼り直して、でこっち側は全部取っちゃったんですよ。うーん、なんでこっち側は今その段差をまあ生かしてちょっと違う空間に入りますよみたいな感じで。同じ部屋だけど、ここだけこの床が違うだけで全然違う雰囲気ですね。ですよね、うん、だからベッドルームまではいかないけど、ベッドがある空間なんで、ただただ仕切られてないんで、うん、じゃあこっちはちょっとオフィシャルっていうか、友達が来た時に過ごす場所で、うん、こっちはプライベートな空間とか。そうですね、まあ、一応でも本当に友達来ても、僕の家はもう本当に見ての通り、入って玄関開けたらベッドが見えるんでそういうセパレーションはないんですけど、でもなんとなく人が来ても感覚的に、うん、あ、こっちは、うんうん、まあ、クリストファーの部屋なんだなって思うし、こっちはこっちで、ね、自由に使えるし。このフェンスがすごい気になるんですけど、はい、お家の中にフェンスって初めて見ましたそうですね、そうなんですよ、まあ、僕も初めて作った時初めて見ましたけど、これをやってくれたデザイナーのハーストラットの
チームがセパレーションを作るときに、はい、まあ、完全に壁にしちゃうんじゃなくて、うん、動かせるこう扉というか、なんかこうパーテーション、うん、でいいんじゃないっていう話をしてて、でインダストリアルっていうのがすごいその時の僕のテーマだったんですね、はい、工業的な雰囲気っていうか、うん、ニューヨークのロフトに憧れてたとかもあったんで、もともとそういう、なんていうんだろう、工業的な建物を壊していいものだけ残すっていうのが、うん、まあ、僕の憧れのそのリノベーションのスタイルなんですけど、でもこれはまあそれから言うと後付けのものではあるけれども、この躯体とか、うん、なんかこのコンクリートの床とか、まあいろいろ総合すると工業的な匂いを出してくれてて、なんかすごい自然に馴染んでます、この雰囲気に。あんまりないですよね、見たことない、フェンスを使うって。これちなみになんかレールがついてるんですけど、動かせたりするんですか、ね、動かしますよ。ちょっと見てみたい。これはこっちまで、あ、だからこうやってなんとなく場所をちょっと空間を分けたいなとか思ったら、こうやって空間を分けて、例えばまあ変なし、ベッドは絶対見られたくない今日は、みたいな時はこっちにして、でこれもちょっと移動すれば空気の流れも全部変わるじゃないですか。視界が全然違いますね。全然違います。しかもここに布とかかけたらもう結構目、みんなから見られないようになりますよね。ね、目隠しになるし、うん、収納としても使えるっていうか、まあ、こういうのも僕も本当になんか大きいバッグとか、はい、そういうなんか例えば僕結構つなぎとか好きなんですけど、あ、そうなんですね、ジャンプセツ、そのペンキ塗るときとかの、そういうのとかも普通のハンガーとか普通の家のところにはかけられない高さ的に、でもここにかけちゃえば、確かにここ有効ボードじゃないけどいろいろかけたりできるんですね。いろんな役割があるんですね。ね、反対に不便、本当も外のものですからね、フェンスって。外にいるべきものですけど。これは作ったんですか？これは特注で作ってもらいました。すごい、はい。なんか風も通すし、光も通すし、なんか全然他の窓とかとは違いますね、壁とも。うん、違いますね。そう、ちょっと入らせていただいていいですか？どうぞどうぞ。あ、なんかおこもり感がちょっとありますね。うん。こっちの開けた感じとは居心地が違います。そうですね。こっちは一番、まあ、部屋の中で一番光が本当入るところなんですけど、うーん、まあ、窓も3面あるし、本当ですね、すごい素敵で、ここだとちょっとやっぱ一段上がるから、この抜けも少し抑えられて、うん、大地感、そうかもしれないですね、うん、じゃあ ここで朝を迎えてこっちに行って、はい、そうですね、もう本当に僕のいる1日で一番僕が、あ、ここにいるんですか？そうなんです、大好きなベッドだ。でもめちゃめちゃベッドもシンプル、板を置いてマットを置いてるだけっていう。そうなんですよ。なんですかね、僕も前はもっとベッドを選ぶのってすごく難しいと思うんですけど、はい、これはもう本当に無印 のベッドなんですけど、本当はこれに足がつくんですよ。あ、そうなんですね。でも足をつけると普通のベッドになっちゃうから、足をつけないでそのまま台だけ置いてるんですけど、まあ、すごいお金もかかることだし、うん、ベッドっていいものにすると、うん、で大体ベッドってこう背もたれがついてるじゃないですか、でこうゆっくりこう夜できるみたいな、うんうんうん、でもそれもつけてないのは、まあ、変な話どこでも持っていけるっていうか、うん、まあ、ここが嫌になったらじゃあ次どこに持っていこうかっていうことができるから、なるべく自由の利くものにしたくて、うーん、こういうシンプルなものになってるんですけど、まあ、特にそんなこれに関してはデザインというよりも本当に機能的に便利っていう感じですかね。このロッカーもなんか学校のロッカーみたいな、ね、すごい。これはね、実は母親がいいもの見つけてきたとか言って頼んでもないのに買ってきたんですよ。かっこいいそれででもなんか当時はなんかすごいこうフェイクオールドというか、はい、ちょっとまあヴィンテージだけど後からヴィンテージ加工してるんですよね、これ、うん、で僕はそれすごく苦手で古いのか古くないのかでのどっちかで、フェイクで古くするっていうものは僕は苦手な
サイドの人なんで嫌だったんですけど、時が経ってばこいつも勝手にこの空間で古くなるからちょっとずつ好きになって今はまあいるなお前みたいな。かっこいい。これ鍵付きなんですか？そうなんです、鍵付きで。面白い。そうそうそう。今も鍵は使えないですよね。鍵使います、使います。使えるんだ。今のでロックがかかった。すごい。そう、大事なもの入れれますね。そう、一応そういうすごく重いからあんまり持ち出されないし。そうですね、あのなかなか盗みづらい。そう。あ、すごい。こちらは収納ですよね。そうです。何をしまっているんですか？洋服、まあ掛け物の、だいたい洋服掛ける時の。面白い、縦なんですね、棒が。そう、面白い。もう全部こういう。なんでこれ横じゃなくて縦にしたんですか？いや、あのね、ここの高さにあってワイドも全部フィットできる、はい、IKEA さんです。あ、IKEA なんですね。唯一、唯一。全然わかんない。そうなんです。ここにあると、わからないからいいかって言って、うん、当時買ったんですけど、あの、そう、これ IKEA の、こういう横使いする、横使いってなんていうか、くっつけて使う、うん、何個も何個も。だからこれ、このここの3面はこっち開きで、はい、あ、本当だ。でこっちはこっち開きっていう、そうそうそう、そういう、そういう、なんか何個も買えるんですよ、これ買い足せて。で10メートルの壁がある人は別に10メートル分作れる、お家の大きさに合わせて。そうそうそう。ちょっとこっち側も見てもいいですか？はい。ちょっと入ってきた時あんま気づかなかったんですけど、これはもともとこういう模様なんですか？これは、まあ、本当に鉄のいわゆる塗装の、扉だったんですけど、グラインダーで、うん、あの、ってそんなことしていいんですね。いや、ダメですね。ダメなんだ。ダメですね。普通 の、 あの大工さんにもやらない方がいいって言われましたし、はい、みんなにダメって言われたんですけど、 それこそニューヨーク の、はい、あのロフトに僕泊まったことがあって、そのロフトに泊まった時の扉はこうだったんですよ。あ、で絶対これやってるんですよ、誰かが。そうなんだ。だできると思って、手法は分からないけど原理的には絶対にグラインダーで塗装を剥がせばできると思ってやったらこうなったっていう。これは内緒なんですか？この。いや、でも、あの、もうオーナーさん見てますし、オーナーさんすごく寛容、うん、すごくこう、なんか若造がやってるよみたいな感じで、あの、管理会社の人もやらせてくれて、すごく優しい。粋な人ですね。あ、すごく、すごく粋な人で。ちょっとこっち側入ったらすぐにキッチンなんですね。そうですね、水回りが、はい、まあ、ここから後ろが全部水回りというか、まあ、トイレも含めてあるので、うん、まあ、現実的に一番近い配管とか回すときに一番近いところにキッチンってなったんですけど、もともとこういう、これもあんまり見ないんですけど、何これ、ガラスに穴を開けてファンがついてるっていう。もともとあったんですか？これはもともとあったんですよ。面白い。そう、だからこういうものを、これもあるし、ここキッチンだねって言って、うん、まあ、ここに壁もあるんで、じゃあここキッチンにしようって言って作ったのが、まあ、ここの形で、本当はここまでなんですけど、これもあのプラスアルファで広告してるつもりはないんですけど、IKEA です。そうなんだ、わかんない。うわ、すごい。本当に僕、あの、なるべくそういうあの大きな会社のものを買うの好きじゃないんですけど、あの、やっぱりこう造作かと思いました。そうなんですよ、これはもうくっつけちゃえばあんまりバレないかなと思ってやってるんですけど。じゃあここになんか椅子があるんですけど、ここでご飯食べたりもするんですか？もう僕はもう、あの、彼女とここにしかいないです。え、そうなんだ。ディナーほぼほぼここで。ここじゃないんですね。もうスタン、あっちが友達が来た時とかに使って。そうなんだ。ここで2人でお酒飲みながら、あの、ずっとここにいます。そうなんですね。で、僕の彼女も料理大好きなんで、うん、ここにずっといるんですよ。だいぶ広い部屋の隅っこ。もう本当に一番ここが、あの、彼女と僕がこう時間を過ごす場所っていうか、こ
ここに座って携帯とかやってるんです。あでもなんか居心地よさそうこの隅っこ隅っこっていうのがね、うん、またこちらはバスルームってのここに書いてあるんですけどその通りですこれすごいですね、ガラス張りでお風呂丸見えスタイルですね。そうですね、一応ブラインドもついてるんですけど、最初はついてなかったんですけど、ブラインドはさすがに、あ、最初ブラインドなしだったんですね。もう全然いいかなと思ってたんですけど、あのつけましたね、さすがに。普段はこれオープンで使ってるんですか？僕は基本はもう本当にそういう、まあ、あっちはさすがに、うん、人がいるからブラインド閉めますけど、うん、全然。ちょっと一回閉めてもらってもいいですか？これすごい、閉めれば本当に何も見えなくなるんですけど。おー、本当だ本当だ、めっちゃお手軽に目隠しできますね。そうまあ今これはちょっと透けてる状態ですけど、はい、しっかりあのあれすれば中は見えない。じゃあ人がいる時とかはまあ閉めて使うって感じなんですね。うん、そうですね、まあね、友達とか来た時とかにおトイレ行きたいって言って、うん、ガラス張りですって言ったら、まあ、そうですよね、かわいそうなんで。これはじゃあこの枠もつけたってことなんです。そうです、はい、もともとここが水回りの空間だったんですか？そうですね、本当に立ち小便器があるような昭和のオフィスの空間だったんですけど、それは全部取っ払って。この中にお風呂とトイレはもともとあった？お風呂はなかったです。お風呂ない家だったんですか？オフィスなんで、もう本当にもう女性トイレ、男性トイレみたいな。あ、なるほどね。そういうところだったのを全部スケルトン、もうここ一回全部スケルトンにしてるんですけど、はい、にしてあのここは全部やり直しました。ちょっと入ってもいいですか？はい、どうぞどうぞ。わあ、でも広いですね。ね、海外のお風呂の匂い。あ、ここ下コンクリートなんだ。そうなんですよ。もう全くじゃあ扉とかも、ね、ガラス扉とかもなくなんですね。ね、もう本当にトイレと同じ空間に、もう全部がそういう感じですよね、ここはね。うん、無駄なもう仕切りは一切なくって感じなんです。そうですね、まあ、シンプルに。ここはじゃあ白いタイルを新たに貼ってって感じ。そうです、はい。タイルと、まあ、コンクリートは向こうは全部白に塗って、こっちはコンクリートのままキープして。本当だ、まあ、これ一応換気扇が回ってるんですけど、すっごくシンプルだけど無駄がなくて計算されてますね。そうですね、もう本当に必要なものだけです。だから、うん、女性の家だったらもうちょっと収納が欲しいとか、うん、いろいろあると思うんですけど、男性だったらこれぐらいでもいいんじゃないのかな。僕は本当にこれで十分、こういうなんかね、物さえあれば。ここには何しまってるんですか？もうタオルとか。あ、なるほどね。全部そういう。あ、本当だ。しかもそうやって開けるんだ。そうです。これもイケアですか？これはね違う、これはね、あの USM ハラーって言って、はい、あのスイス の, あの家具メーカーなんですけど、僕すごく好きで、ここの絶対壊れないっていうか、うん、超頑丈で、ですごい機能性で、ちょうどここ の,、ま、あのガラス面 1枚分のサイズだったんで、うんうん、完璧だと思って。かっこいい。そう、結構本当後付けです。一回作ってから必要なものをちょっとずつ足していくっていうか、うん、あと私この出っ張り、はい、めっちゃ便利ですね。1枚板渡すだけ。そうなんですよ、もともとなかった作って、一番最初リノベーションした時はなかったね、なくて、で、あのそれこそだから東急ハンズに行ってこれを1枚買ってきて、で、本当につけただけなんですけど。自分でつけたんですね。そうです、これはもう本当に誰でもできた。まあ、このタイルにあのネジを入れるっていうのはすごく難しい、うん、あれなので、ちょっと時間かかりますけど、そう、自分で。鏡もこう、もう埋めちゃってるんですね。そうなんです、これも鏡のありもの。あ、そうだったんです。 あったものをあの埋めちゃえって言って、結構まあこれあんまりこういうことやらないですよね、うん、目地で。あ、本当だ目地、この目地を太く取ってるだけなんですけど、うーん、ほんと埋め込んでるって感じですね。そう、うん、そうです、そうです。そう、これはいわゆるあの中学、あ、小学校とかの時の理科の教室の、うん、あ、この
蛇口懐かしいちょっと長いこういうやつ懐かしい、確かになんか見覚えあると思ったら。そうなんですよ。これはじゃあ大きめにしたんですね。そう、ちょっと大きめの、まあ全部でも本当になんか幼少期のファンタシーというか、うん、ちょっとなんかこれもね、その船舶のライトだったり、なんかその時になんか可愛いな、あれか、なんかあれ欲しいな、これ欲しいなと思ったものを入れちゃえみたいな。大人になってからそうそう、本当に大人の遊びみたいな感じでやりましたけど素敵です。どんなテーマっていうかでこうリノベーションを始めたんですか？最初は、そうだな、まあ、スペースを見つけたので、まあ、隣に住んでて、はい、で両親の隣の家に住んでたんですけど、隣になんか家があるっていうのはなんとなく気になってて、うん、で誰もいないっていう、まあ、誰もいないというか貸してくれるみたいな話があったので、で入ってみたらすごいいい空間だったんですね、そもそもが。だからそうしたらなんかこれできるんじゃないのかなと思って、で自分で住むためにだったら何やってもいいだろうとか、うん、こうなんて言うんだろう、あんまり誰もやってないことやりたいと思って、日本じゃないような空間を作ろうと思っていろいろリサーチをして、で、まあ、その当時すごくいろいろお仕事とかで仲良くさせてもらったハウストラット の、うん、2人に相談したところ、まあ、予算300万しか僕なかったんですけど、そうなんですね。その当時予算300万しかなくて、でその300万も父親に借りる300万っていう、うん、で1年で払い戻せみたいなこと言われて、うん、これは大丈夫なのかなとか思いながらやるんですけど、で300万じゃできないって言われて、でもそうですよね、じゃあどうしようみたいな、うん、300万じゃできないってなって、21の時に300万できないって言われても、300万って僕にとってはすごい大きいそうですよね、お金なんで、え、これでできなきゃみんなどうやってやってんのぐらいの感じで思ってて、うん、でできないって言われたから、じゃあ自分でやればできるのかなと思って、最初もう本当にここの解体、うん、解体で100万何いくらかかるってなるので、うん、じゃあ自分でやるって。で自分で解体したんですか？もう解体も自分でやって、天井取って床取って、で廃材を捨てるのだけ 業者さんとかにお願いしたりして、でそれをまずやって、でペンキ塗る作業も全部自分でやれば、うん、その確かに塗装費そのペンキ屋さん、うん、てかね、塗装費がかからない、塗装費で、ね、50-60万、うん、もしかしたら100万近くかかっちゃうっていうようなのも防げる、うん、じゃああと何ができるかなみたいな感じで、自分のできるところをまず全部やって、本当は施工業者さんってそういうの嫌なんですけど、そうまとめてやってよっていう。じゃあもう本当に最小限お願いできるところだけして、極力自分でやったんですね。そのさっきお話ししたそのお風呂場の、うん、こういう天板とか、なんだろう、ちっちゃいこう装飾じゃないですけど、なんかブラインドを付け足したとか、うん、なんかね、いろんなそういうちっちゃいものは自分でやれば、その側だけ作ってもらえれば、あとはだそれが僕のスタイルだったというか、そうスタジオを作ってもらって、お風呂場とキッチンが完備されてるスタジオを作ってもらって、あとは中に家具を入れれば、うん、自分のスタイルになるっていうか。なんかさっきニューヨークのロフトっておっしゃってましたもんね。そうですね、そういう空間はイメージして、いろんなこうイメージ写真とかをいっぱいピンタレストとかでこう探してきて、うん、こういう感じ、ああいう感じみたいなことを言って、でなんとなくこうその予算の中で収められることを考えてきてくれたっていう感じがします。ここがもともとそのオフィスで、その持ってるオフィスの持ってる良さをもうすごい最大限引き出して、めちゃめちゃシンプル なんか美学っていうか、うんうん、追求したお部屋になってるなっていう印象を受けます。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。このチャンネルではこれからも素敵なリノベーション物件をたくさんご紹介していきます。またウェブサイトにも YouTube では見られないこだわりの物件をたくさん掲載していますので、ぜひご覧ください。そしてチャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。